皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズ2曲目の福山雅治さん桜坂を練習している2本目の動画でございます。1本目の動画では右手のストロークの練習をして、左手のコードの練習をして、で最後になんか謎の片言の人とご挨拶をして1本目の動画終わりましたけども、この2本目の動画では全体の構成とかね、その他の注意事項みたいな話をさせていただこうかと思います。一緒に練習していきましょう。頑張るぜ。しかし全体の構成といってもね、正直ね、そんなね、特別な、ね、なんかこう、ややこしいこととか特にないんだ。もうほんとテキスト通りね、コード譜ついてると思うんで、そのコード譜をバーっと弾けばね、もうほぼほぼ OK。ほぼほぼ OK です。ただ、ちょっとここで覚えたいのが、小節という概念。なんか1小節とか2小節とか、なんかそういう小節っていう言葉よく聞くじゃないですか。1小節とか2小節って言い方するんですけども、なんかね、このね、小節っていうね、その塊というか箱というか、なんかこう箱があるんだ。そのまとまり感みたいな。で、この桜坂に関しては、ずっと基本的に1小節につきコードが1個ずつしか入ってないから、例えば G コードとかやったら G コード1小節弾けばいいんです。で、その1小節の箱のサイズっていくつやん、どのぐらいやねんっていう話になると、タンタタタパッパってやったさっきのリズム。これをワンセットやると1小節という長さになります。1小節という箱の完成。で、例えばそのテキスト見ていただいて、イントロのところに G 書いてあります。で、G はね、この横線区切られている真ん中にこの G バーンと書いてあって、1しか書いてないんで、1小節 G を弾けば OK。つまり G コードを押さえたら、デン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 と弾けば OK なんです。でもこの曲の中で唯一例外があるのがテキストの一番下の左側見てください。アウトロのところにね、C と D がこの線で区切られた真ん中の1小節の中に2個コードが入っているのがわかるかと思います。C と D。2つありますよね。こういう時に、リズムが変わったりとか、コード順序のタイミングが変わったりとかします。で、曲によってそのどういうタイミングで変わるか、どういうリズムで変わるかっていうのが変わってくるんで、一概にこうですよとは言えないんですけども、桜坂の場合は、リズムは全く変わらずに、コード順序のタイミングだけ変えるパターンです。右手のストロークのリズムは変えずに、コード順序のタイミングだけ変えるパターン。どんな感じで変えていくかと言いますと、ちょっとやってみますね。こんな感じです。1、2、3、4。こんな感じ。左手で C コードを押さえたら、その2まで C を弾きます。で、その次のアップから D にします。 D ガタガ CCD パッパ CCD どうでしょう。 CCD パッパ CCD パッパ CCDちょっと最初やるとおーおーおーってなりますよね。なかなかそんなスムーズにはできないと思います。でもなんとなくね、僕が言ってることはわかると思うので、あとは練習して乗り越えていただければと思います。一番最後のアウトロ、その CCDD を一緒に弾いて G で終わるという感じです。これで一曲丸々完成するはず。曲によってはね、合間にそのリズム変わったりとか、コード順序のタイミング変わったりとか、いろいろこう、ギミック、なんかいろいろこう、ね、決めって言い方するんですけどもね、リズム変わったりとかするところがあったりとかするんですが、桜坂の場合はね、そういった決めとかが全くなく、ずーっと基本リズムをバーっと繰り返していただければ OK なので、最後の C と D のこの、一小節に二つコードが入ってくるところだけ気をつけていただければもうクリアという感じです。あとはもう何度も言うですけども、コード譜を見ながら何回も何回もバーッと練習してみてください。桜坂の弾き方に関しては以上です。あとは頑張ってやっていただければ幸いです。ちょっくらコードチェンジについてお話をさせていただきたいんですが、まあ糸からね、桜坂続いて、まあガーッと練習していただいて、まあ皆様のやっぱ一番の大きな悩みは、コードチェンジが早くならねえ。だと思います。コードチェンジがもういかんせうまくできねえと。なんだこれだと。間に合わねえぞと。そんなすぐ変えられるわけねえだろうと。思ってるかと思います。まあいいんですよ。最初そんなもん、そんなもん。もう全然そんなもん。もう最初からそんなパッパッパッってコードチェンジできたらね、天才。もうそんな人はね、そうそういないから。だからもう、今、うまくできねえって悩んでるのが、それがもうね、正常というか普通というか、まあ、一般的というか、もう全然悩む必要ないんで、誰でもそういう瞬間があるから、誰でもあるから、僕もあったから、誰でもあるから。
まあいつかそのうちできるべへへっていう感じの軽い気持ちで、できないところからできる過程を楽しむ感じで、感覚で、練習していただければ幸いです。で、まあ、ある程度そのね、コーチング時、意図の時はその右手を止めないとかそういう話をさせていただきましたけども、また桜坂で一つ、皆様に意識していただきたい新しいポイントとしては、一小節目の頭、ダウンストロークをした時に、コードが完成している状態を最優先してほしいということ。一小節目の頭、ダウンストロークをビャンとやったときに、コードが完成しているという状態を最優先することです。これどういうことかと言いますと、まあ逆に言うと、この頭を最優先するっていうふうに言うと、逆に言うと、その後ろのコードは早めに崩しちゃってもいいということなんですよ。ちょっとやってみますね。イントロ、こんな感じ。まあ最初 G コードはまあ作っといていいんですけれども、ちょっとやってみます。いきます。大げさにやってみます。大げさにいきます。One, two, three, four. ここ。ここ。ここ。シエ、頭。こんな感じ。一小節目の頭のそのダウンストローク。1、2、3、4。こんな感じです。頭のそのコードをベーンと弾くことをまあ最優先すると。これなんでかっていうと、ここのコードができてないと失敗している風に聞こえてしまうっていうのと、あとそれを逆にまた裏返していくと、頭のコードがね、ちゃんとバーンって、小説の頭でギャーンってコードが完成してバーンってなると、一気にね、こう完成度がね、ぐっと高くなるんですよ。ある程度、そのコードをごまかしても、なんか、この頭だよ。こんな感じでやっていくと、なんかそれっぽく聞こえませんか？それっぽく聞こえませんか？もちろんその理想としてはずっとコードをね、押さえ続けていることが理想なんで、すっごい極端な良い例をすると、みたいなのが理想なんですけれども、ここまでね、俊敏に動かさなくてもいいんですよ。ちょっとね、僕のそのお手本動画みたいに見ていただければわかるかと思うんですけれども、ちょっと普通に弾いてみますね。サビのコード進行を普通に弾いてみます。こんな感じのタイミングで僕は崩してます。工事の音がまたやかましい。こんな感じのタイミングでコード進行してます。ちょっと僕の左見ててください。いきます。1、2、3、4。もう何も考えずに。普通にコード進行するとこんな感じです。僕は普通に自然に。こんな感じ。意外とすぐコードチェンジし始めてるなってことが分かっていただけるかと思います。このタイミングはね、一概にこのタイミングでコード崩しますよってことは言えないんですよ。なんでかっていうと、曲のテンポによってそのタイミング変わってくるから、なんかこのダウンの時に話しますよ、このアップの時に話しますよっていうのは言えないんですけれども、まあざっくり、なんとなく、こんな感覚で弾いております。何度も言うですけども、頭のダウンストローク、このダウンストロークの時にコードが完成していることを最優先するっていうことを頭の中に入れてやっていただけると、良いかと思います。それができると一気に曲の完成度がグッとアップするので、そんな新しい意識をしながらやってみてください。そんな感じでございます。あとはまあ頑張って練習していただいて、できる過程をぜひ、練習しながら楽しんでいただければ幸いでございます。それでは今回の動画はちょっくら短くなりましたけども、以上、桜坂の弾き方でございました。コードチェンジのね、そのタイミングとかも意識しながら頑張って練習をしてみてください。それでは最後に、私、滝沢勝成、Twitter などをやっております。TAKAJWA、滝沢という名前で Twitter やってるんですけれども、もしよければフォローいただければ幸いでございます。動画のご意見、リクエスト、ご感想、リプライとか、あとフォローいただいて、リプライとかコメントとか、もう何でもいいのでね、たくさんフィードバックいただけると僕としてもすごく嬉しいので、ぜひいろんなコメントを残して、いろんなリプライをしていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。いやー、なんかこう、うちの、
このお店の前に今そのなんて言うんでしょう、そのマンションがねできてるんですよ。マンションだいぶもうその完成してきてね、あの今4月14日じゃん、今日4月のね末とかでね、その表のダイエーがオープンするらしいんだ。だからまあ本当あともうちょいかなって感じはするんだけどね。そのね工事のとかね、やかましいんだな、すごいやかましいんだな、ほんまにこれすごいんだ本当に。もうまあもう今ほぼ完成してるから全然マシだよ、今ほぼ完成してるから全然マシだよ。これすもうね、去年の夏とかね、もうすごくてさ、もうギューダーギューズーンみたいな、そんな感じの音がもうすごくてで、なんかその時さ、はレコーディングとかしてるからさ、もう本当に困っちゃうんだ、そういうの。困っちゃうというか、もうこのね、今まで散々苦しめられた、マンションでございます。ほぼほぼ完成しているんですけども、いやーこれねー、レコーディングの時もマジ本当にすげえ参った。すごいもうね、カーン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 って音がですね、もうひっきり出しにこっちに飛んでくるので、でここのダイエーが4月29日にオープンするらしいので、そのスーパーができたらねすごいね嬉しいなって感じなんですけどね。まあこんな感じの歌いストカフェの真ん前のマンションでございますよ。そんなのが、ございまして、はい、そんな感じでございます。あとは頑張って練習してみてくださいませ。とりあえずまあ工事の音が入ってしまって大変に失礼いたしました。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、じゃあね。 Thank you.